龍が如く5、ご期待ください。俺に聞きたいことっていうのは、金がないという理由だけで自分の可能性を潰すような生き方を選ばせるわけにはいかない。俺は俺のためにここを出るんだ。皆さんこんにちは。龍が如く5で主人公桐生一馬役を演じました黒田孝也です。いやもう単純にまた始まったかと、嬉しかったですね。やっぱ7年もやっていると桐生一馬は常に収録以外の時もなんかもう体の中にある、私の一部になってるんで、でね、オブジエンドで終わられたら困るんで、龍が如く5がやっぱりあるって聞いた時にはとても嬉しかったです。桐生一馬という一人の男の生き様をぜひご覧ください。そして発売をお楽しみに。龍が如く5、ご期待ください。朝っぱらから喧嘩をしてこられちゃなんかイラッとするんだな。彼女は金を借りに来たんじゃない、夢を買うために金を手に入れようとしてたんだ。皆さんこんにちは。龍が如く5で秋山俊を演じさせていただきました山寺宏一です。周りからものすごい言われるんですよ。もともとの龍が如くファンっていうのは僕の周りにたくさんいるので、その人たちから山ちゃんってしたねと、秋山っていうキャラいいねって言われたのですごい嬉しくて、はい、楽しみにしてるよって言われたのでよかったです。今回もまた出演することができて、はい、やはりねお話がとても楽しいので、もう読んでても楽しいし、やっぱり演じててもやっぱり楽しい。セリフがすごくリアルに書かれてるし、こんな男だったらいいなというような男なんですよ秋山は、僕にとっても。だからやっててそれが楽しいっていうのが一番ですね。龍が如く5はですね、全国5大都市を股にかけてもうシリーズ最高傑作ともいえる壮大なスケールの熱いドラマが展開されます。きっと皆さんの心に残る作品になると思いますので、ぜひご期待いただきたいと思います。龍が如く5、よろしく。皆さんこんにちは。龍が如く5で主人公の品田達夫役を演じました森川俊之です。龍が如くの作品に出させて、もらうということで、人気シリーズですからね、すごい緊張して収録に挑みましたけど、スタッフがとても温かく迎え入れてくれてですね、とてもやりやすい、収録しやすい環境でできたので、とってもいい作品に品田になったと思います。はい、ダメな男、どうしようもない男の典型みたいな、ダメになっていく中にもダメになっていくその理由とかってあるじゃないですか。そこをなんかこう引きずりつつ、本来自分が身を置いてる場所はね、ここではないはずなのに、そこをにいてしまってどうしようもなくもがいている、人間臭いですね。皆さん、この龍が如く史上最も熱い作品にぜひご期待ください。龍が如く5、楽しみにしててね。お前の強さは俺が一番分かったんだ。皆さんこんにちは。龍が如く5で東条会直系真島組組長真島五郎役を演じました宇垣秀成です。はい、今回の真島もですね、かっこよくてどんどん大人の、真島が出てるんじゃないかなって作品になってまして、真島でこういう世界もあるのかっていうのが見れたんじゃないかなと思ってます。まずスケールがまた一層大きくなったって感じしますよね。五大都市ということで、これはとてつもなく、普通の龍が如くを5倍やってるぐらいの凄さがあるんじゃないかっていうところが、ゲームをやる方たちには楽しんでいただけるんじゃないかなって思います。今回この龍が如く5は
5つの町を舞台に繰り広げられる壮大なスケールの熱いドラマです。その中で真島がどんな活躍を見せるのか、皆さんぜひご期待ください。